これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。高市大臣。電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。次に法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。第一に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、総務大臣の認可を受けた場合には、他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて、電話の役務を提供することができることとしております。第二に、適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の要に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないこととしております。第三に、外国法人等は電気通信事業を営もうとする場合には、国内における代表者、または国内における代理人を定めなければならないこととしております。第四に、総務大臣は電気通信事業法、または同法に基づく命令、もしくは処分に違反する行為を行ったものの氏名等を公表することができることとしております。第五に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が、役員兼任を禁止される会社の対象範囲を隠するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒ご審議の上、速やかにご賛同を賜りますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。この際お分かりいたします。本案審査のため、本日政府参考人として内閣官房内閣審議官山内智夫君、内閣府大臣官房審議官海老原聡君、内閣府規制改革推進室次長彦谷直勝君、内閣府地方創生推進室次長長谷川則夫君、総務省大臣官房総括審議官前田和弘君、大臣官房総括審議官奈良俊也君、大臣官房総括審議官秋本義則君、行政管理局長三宅俊光君、自治行政局公務員部長大村新一君、自治財政局長内藤久志君、自治税務局長海出秀幸君、総合通信基盤局長事務取扱い谷脇康彦君、文化庁審議官森隆之君、経済産業省大臣官房審議官野原聡君、および中小企業庁経営支援部長渡辺正義君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岩谷辰徳君。